おはようございます。元気がいいね。5月6日何の日ですか。みんな大好きケンタッキーダービー。みんな大好きケンタッキーダービーの馬だということで、ケンタッキーダービーとカクテルの話です。唐突にね、ケンタッキーダービーって何ぞやって言われても競馬に興味ない人は分からないと。で、日本の競馬しかやらない人も、まあ、あんま興味ないと。なんでカクテルの話が出てくるかっていうと、もうターニングポイントはここなんですよ。ケンタッキーダービーっていうのはケンタッキー州で行われる大きなもう競馬の大会です。ざっくり言うと。で、ケンタッキー州といえばバーボン。面白いことに、そのケンタッキーダービーにはオフィシャルドリンクっていうのが設定されてます。その名もミントジュレップっていうカクテル。ミントジュレップって何ぞやってたら、もう名前通りねミント入るわけですよ。ミントとそのケンタッキー州の特産品であるバーボンを合わせたカクテルで、実際のケンタッキーダービーではもう紳士淑女がこのミントジュレップを飲みながらその競馬の試合を観戦するっていうのがもうしきたりというかお決まり。カフェ&バーヘイブン。で、ちなみにミントジュレップっていうカクテルなんぞやっていうと、モヒートのほぼ、まあ、ベースがラムからバーボンに変わったバージョンだと思ってもらえれば差し支えです。ミント入らないから、ライムが入らない。これからね、夏になってきたらすごく爽快で美味しいカクテルなんで、まあぜひね、ちょっとバーに行った時とか、あとは気合の入ってる人は自宅でもね、試してほしいなっていうところで、もうミントはね、たくさん入れた方がこれ系のカクテルは間違いなく美味しいです。ミントとバーボン入れました。で、あとはシュガーシロップ入れますと、とろみがすごい美味しいです。家でこれ系のモヒートとかミントジュレップを作るときはグリグリグリってやんないで、こう優しく押してあげてください。グリグリグリってやると皮バラバラになっちゃうね。実際のケンタッキーダービーではジュレップカップって呼ばれる、ちょっとアルミのもうちょっと背の高いグラスで提供される。で、それで飲むのがミントジュレップっていうふうに言われる。うちね、ジュレップカップないから、こういう6グラスで。ちなみに、ね、馬淵さんはケンタッキーダービーは買うのかい？買うさ。買うのかい？カフェ&バーヘイブン。で、あとはソーダを注いで完成です。軽く混ぜていただけて。それは強いの？結構中途でも割と飲みやすい部類だと。ミントのすっごい華やかな香りとシュガーシロップっていうか甘さも入ってるんで、割と飲みやすいカクテルです。これでミントジュレップ、これを飲みながら向こうの人たちも競馬で熱くなるってわけですよ。で、熱くなってどんどんかけてもらうかって感じね。あ、美味しい。で、ちなみに補足、このミントジュレップですね、前にも話した007、いい映画だね、あれね。古い時代のシリーズなんだけど、ゴールドフィンガーっていう作品にも実はミントジュレップちょっと出てきて、カンペ見ながら話すんだけど、あの悪役のゴールドフィンガーがボンドを拉致するらしいです。ケンタッキーダービーを見るシーンがあるらしいんですよね。で、あの拉致しといて、あのミントジュレップ振る舞って甘みはどうかねとかね、なんか聞いてくるっていう、そんなシーンがあるぐらいなんで、なんで向こうの人にとってはやっぱりこれぐらいね、もうミントジュレップってポピュラーなカクテルっていう。カフェ&バーヘイブン。今年勝てるかな。ここで飲んだら勝てるじゃん。そうだね、ケンタッキーダービー気合い入れるぜっていう人が、あのミントジュレップ飲んでもらって、まあ、うちねちょっと置いてないけど、本当はね、あのブラントンっていうウイスキーがあるんですよ。これはアメリカのウイスキーだけど、ブラントンっていうウイスキーはキャップのとこにあるジョッキーが馬さんと一緒についてる。だからそれをベースにしたミントジュレップなんて飲むとご機嫌かなっていう、ということでね、頑張って勝とう。I hear them calling. 一つお知らせです。5月の26日をもちまして、うちのお店なんと閉店。やめて1周年です。おお、おめでとう。26日から月末31日までお客様に感謝の気持ちを示したいなということで、いいウイスキーを頑張って用意します。かなり安く提供します。ほぼ儲けなしで。その代わり、その対象商品は申し訳ないですけど、ハーフショットで提供させていただきます。いろんなお客様に楽しんでもらいたいんで、お一人様各種1杯ずつ、なんで何種類か用意するんで、半分の15ミリお安く提供します。ウイスキー飲めないよ、興味ないよっていう方もいらっしゃると思うんで、何かしらのフルーツカクテルをバカ安で出します。で、もし気が向いたらちょっとお店の方で遊びに来てもらえたら嬉しいなということでお知らせでした。